はい、おはようございます。今の時刻、現在2時13分ですね。これからね、朝摘みの方に向かいたいと思います。今日はね、長崎県島原市の方に、配達予定です。で、5件かな、5件配達予定なんで、行きたいと思います。あ、めっちゃ眠いめっちゃ眠いです。はい、頑張ってやっていきたいと思います。それではね、積み込みの方終わりましたんで、出発したいと思います。長旅だ。それでは行きたいと思います。
はい、納品先到着しました。でちょっとねまだ門の方が開いてません。誰もね来てらっしゃらないみたいで、今5時40分です。まあね、前来た時は6時過ぎぐらいには開いてましたんで、従業員の方が来られるまで少し待機しておきたいと思います。勝手にね門を開けて入ったら怒られるやろうな。怒られるでしょうね。とりあえずね6時過ぎぐらいまで、待機でちょっと仮眠しておきたいと思います。眠いです眠い、あんまり寝てないんで少しね仮眠を取りたいと思います。みたいですね。よし、それでは、納品いきたいと思います。はい、1件目終了しました。それではねもう1件の方向かいたいと思います。ちょっとねここが今雨降ってないけん大丈夫かな。雨の心配なさそうですね。とりあえずねちょっと屋根が全然ないとこなんで、ちょっと朝雨降ってて心配だったんですけど大丈夫そうですね。それではね次の現場向かいたいと思います。早すぎたか。あ、早すぎたわやるの早すぎた。目印ないけん分かんないね。納品終わりです。あと1件残ってますけどね。あ、ここな道の駅なんかな。直売所さんに、納品でした。めっちゃいい匂いする。腹減った。朝の採れたて野菜とかね、産地直送とか書いてある。いや、めっちゃなんかいい匂いした。まだお店の方はね、開いてなかったんで、買い物しようかなと思ったんですけど、ね、できそうもありません。よし、それではね、ラスト1件、向かいたいと思います。行きましょう。1回だけね、何年か前に1回だけ来たことあるんですけど、場所変わってるね。綺麗になってますね。あー、もうちょっと時間帯が遅かったら買い物できたかな。また今度来よう。今度来ようっていつだったのかな。なんか霧が晴れてめちゃめちゃ綺麗ですね。島原、向こうは鹿島、タラとかになるのかな。どうなんだろう。あ、でだよね、多分タラ町とかあちら辺が鹿島あたりになるんでしょうね。すごいいいとこ。あの山が雲仙普賢岳でしょうね。と霧がかかって見えづらいですけど。はい、納品終わりました。今日のお仕事終わりです。それではね、今日は夕積みの方、夕積みっていうかまあ月曜日分を積みにね帰りたいと思います。それではまあね安全運転で帰りたいと思います。